皆さんが家族で音楽会来れれば非常に出やすいわけですよ。要するにまず、うん、とか家族って言って子供は0歳もいるわ、小学生もいるわ、いうことになってくるもんで、なかなかですね0歳も入れてくれるコンサートなんか少ない、ほとんどないですよね。それで私が始めたのはですね、しかもジブリとか、ジブリが悪いわけじゃないけども、そんなんばっかじゃ、それを全部いろいろ考えてやったのはですね、家族がみんな来れる、これちょっとまたプログラム見てもらったと思うんですけども、とは500円、ね、それから前半はそのワルツ・ポルカでオーケストラ教室やって、後半が実は子供はですね、音楽だけ聴かせると退屈しちゃうんですよ。ですから映像をやっぱり見せて、それとお話もあるということで、それにはヘンゼルとグレーテルがですね、非常にドイツでは毎年年末にやってますし、ですからそれをまあ50分、子供はないこととてもできませんので50分ぐらいに短縮しましてですね、それで演奏はですね、三重ジュニア、地元のアマチュアオケと私のやっているジュニア交響楽団、歌劇楽団一緒にやるわけです。アマチュアでやるわけですね。それで歌手はですね、三重県オペラ協会の、まあ、音大出た人はありますので、やるということでですね、全部イエス地産地消し。さあ皆さん何人入ったか、1600人入ったんですよ。驚きですよ、初めてやったんですけどね。で、なんと裏の写真見ていただいて、リハーサルに矢崎彦太郎さんがですね、来てちゃんと見てくれたんですね、一日ね。これは三重フィルハーモニーとの関係でですね。で、矢崎さんもこの企画絶賛してくれた。なぜかというと、彼は10年間ドイツで音楽監督やってましたから、ドイツはご存知のように、年末はこれとこれもやりを子供たちにやってますよね。で、ドイツでもね、何も全曲やらないとやっぱり長いから、だからバスでやってますよということで。それで私はですね、でスライドもですね、地元の絵本作家に書き下ろしで書いてます。子供の場合はね、ヘンゼルとグレーテルはご承知難しいんですよね、子供には。ですから僕はもう半年僕は練習してですね、やってぴったりと、かなりね、レベル高い演奏できたんで、レベルは落とさないけども、もうちょっとポピュラーなやつを入れながら子供の関心入れば、十分これはね、子供たちに本物の音楽を聴かせながらね、できていけるんで、これ一つの成功例をずんずんこれ作っていてですね、特にまあ地方なんかでもやれるんじゃないかな。